はい、じゃあいきます。はい、それでは皆さんこんにちは、高橋貴子です。今日はですね、友人でかつ著者仲間の加納俊彦さんを、ご招待というか一緒にちょうどねランチを食べようかっていう話で、本のね紹介もしていこうということで、今実はここすごい素敵な、なんかねこんな感じの ね、レストラン、原宿のねレストランなんですけど、そちらの方でちょっとひとしきりランチを食べた後、こんなちょっと飲みつつも、まだ残ってるけど、新刊ね発売おめでとうございますということで、ちょっとねひとしきりランチを食べた後にこちらの動画を撮っております。さて、トシさん、加納俊彦さん、はい、私トシさんって呼ばせていただいてるんですけど、こちらのね一冊目の本が出版されて、そしてこちらの二冊目が出たばっかりだというのに、もう一冊がもう間もなく、そうですね、もういよいよ、はい、いよいよ発売っていう形になってるので、今日はねこちらの3冊 でしかもこれまだ書店にね今日 のこちらの動画を撮ってる段階では並んでないんですが、もうでもいよいよ ね並びます。こんなサインもして持ってきていただいてありがとうございます。今日はねこちらの方の本と、あとまあトシさんのね、まあ作家としてのトシさんとビジネスマンとしてのトシさんね、どういう展開をしていくのかっていうのをちょっとインタビューでねお話を聞いてみたいなというふうに思っております。お願いします。はい、じゃあまず1冊目のこの本に絡めて自己紹介お願いします。はい、今は、まあ、お金とビジネスの専門家っていう肩書きでやってるんですけど、はい、なので、まあ、そうですね、まあ、お金でいうと資産運用から節税から、うんうん、まあ、そういうのもやってますし、はい、そしてビジネスでいうと、まあ、貴子さんとね少し被るんですけど、企業コンサルの被るけど内容全然違う内容、私はメイン教室の先生だから、もう全般ですよね。だってそうですね、全般ですけど、うん、私がもともと高知業なので、あ、確かに確かに、という私業の方とか、はい、うん、高知講師っていうそういう無形商材の方のコンサルが多いです、ね、あ、分かりやすい、無形商材の方のね、はい、はい、のお金の超入門という、はい、すごい、私もねこちら読ませていただいて、うちのクランドさんにもセミナーやっていただいたことあるんですけど、すごい分かりやすかったですよね。そうですね、備える、稼ぐ、使う、貯める、増やすっていうことで、これをきっかけに私だってちゃんと金庫買いましたもん。素晴らしい金庫、1枚のやつ3枚買ってで飾られてて、そうそうそう、綺麗だからもう実はもともとベネッセで真剣ゼミの教材も作ってたんですよ、うん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 、なのでその分かりやすい教材を作るっていう、うん、ノウハウを駆使して、うん、結構こういう分かりやすい、ちょっと見せてあげてください、図解とか、ね、図解とか、ね、イラストとか、そう、すごい分かりやすかった。お金の方難しいのに、そうなんですよ、で専門用語もほとんど使ってない、うん、うん、超入門だから、そう、あとね導入が漫画なんですよ。漫画素晴らしい、ね、ベネッセの同期からすると、お前真剣ゼミのノウハウ使いそうな最初に漫画ではい、モチベーション上げ上げて、いや本当に本当に読みやすいですよね。あと気になるのがちょいちょい出てくるこちらのキャラクターですね、この龍ね、龍、はい、金龍先生、金龍先生、これはどういうキャラクターなんですか。あ、これは、まあ、私がもう龍好きっていうのもあるんですけど、うん、ね、お好きですよね。で当時流行ってた本が、うん、お金の本が、うん、ライオンのキャラだったんですよ。あ、確かに、なんかそういえば、そう、それでライオンに対抗するキャラは何だって考えた時に、まあ、僕は竜好きっていうのもあるので、よしじゃあ竜にしましょうって言って、だってちょい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 見出しに全部、ね、全部こういうところにもね金龍先生いっぱい出てくるから、なんか持ってるだけで竜で、はい、お金の専門家っていう、いいですね、はい、これが出たのは何年前でしたっけ。2020年の末なんで、2020年の末、これコロナになってから書いたんですね。なので、はいはいはい、タイトルは普通の入門書にしたんですけど、この裏表紙にはポストコロナ時代のっていうのを書いてて、確かに、コロナで時代が変わる中でお金についての備える、稼ぐ、使う、貯める、増やすをどうしたらいいのかっていうのを解説した、おかげさまでいろいろ勉強させていただいてます。はい、はい、でこれの、まあ、あとですね、この本は超入門だったので、まあ、割愛したんですけど、やっぱりそのこちらが
次出した相続の本はどちらかというとそのお金でいうと、まあ、納めるとか、うん、税金ね、税金を納めるとか、はい、次の世代に引き継ぐっていうようなテーマで、まあ、相続の本を書きました、はいはい、でこれはあの、まあ、その1冊目の絆出版さんから頼まれて書いたんですけど、私もともとソニー生命にいて、うん、生命保険も扱ってたので、はい、うんうんうん、やっぱりこの相続の局面ってすごく相談多いですよね、まあ、多いですよね、多いですよね。なので、まあ、自分のそういう、まあ、自分自身が相続ですごく苦労したっていう経験もありましたし、うんうんうん、そのライフプランナーの時にどうやったらその揉めずに、うん、そのお金を引き継げるのかっていうサポートも、はい、まあ、いっぱいしましたので、はい、まあ、その頃のビジネスパートナーなどにも入っていただいて、なるほど、まあ、この本を、まあ、2月に出しましたので、2023年の2月、そうです、ですね、これもね、もう結構絆出版さんは うん、売れるってあの期待して、うん、まあ、初版かなりたくさん刷っていただいたんですけど、はい、もう発売すぐ増刷もされてて、これも見やすいですよね。そうです、すごく売れてるんです。これも相続の本なんですけど、なるべく専門用語も伝わらず、さすがベネッセのあれが伝われてます図解とかイラストとかも駆使して、あの、まあね、相続ってほとんど全員初心者というか、いや初心者、ね、初めてこういうことに向き合わなきゃいけないってことが多いので、うんうんうん、すごく分かりやすく書いてて、でやっぱ相続ってで50代60代の方が多いの で、 多いです、ね、まあ、字もすごく大きくしています。そういう配慮はね、読みやすいのでぜひ手に取っていただけると嬉しいです。これってでも亡くなった時って書いてあるけれども、そうじゃない時にも見てほしいっていうことを前おっしゃってましたよね。そうですね、その亡くなってからの本なんですけど、うん、亡くなってからとか亡くなる直前にこの本を読むにはあまりに冷静に確かに読めないので、確かに確かに、できたら必ず自分の家族や自分はいつか相続は起こるので、うん、まあ、一家に一台、あ、一台じゃない、一家に一冊置いていただいて、はい、まあ、今回はさらっと予習みたいな感じで、あ、でも予習でもまあ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 内容濃いですよね、まあ、どこに何書いてあるのかなっていうぐらいを知っておくだけでも、うん、いいのかなと思うのと、あとやっぱりただ相続っていうのは亡くなった後にできることはこの本に書いたんですけど、うんうん、亡くなる前だからできることっていっぱいあるんですね、まあ、確かに確かに、まあ、次続編でそういう本も出したいなと思ってるんですけど、確かに確かに、一旦はもう動画で、はい、生前対策は本当はこういうことした方がいいんですよっていうような話をトータル90分ぐらいにまとめた動画も、あの本の購入者にはプレゼントしてますので、どうやったらプレゼントもらえるんですか、きっと高子さんが概要欄とかに貼ってくださるんですけど、そうですね、貼る予定です。購入キャンペーンから申し込んでいただければ、はい、あの無料でプレゼントしてますので、うん、はい、ということでこれは一応ね、亡くなった後っていうタイトルですけれども、亡くなる前、生前対策の動画なんと90分ぐらいありますね、っていうのを概要欄に貼る予定ですので了解しました、はい、じゃあそちらもね手に入れていただいてということで、はい、はい、そしてそしてこれが2月だったのに、これがもう5月10日発売、はい、おめでとうございます、なんですけど、この本はですね、どっちかというとこの1冊目の続編なんですけど、うんうんうん、この1冊目の2章がこれからの時代のお金の稼ぎ方なんですね、はい、で当時はまあコロナになった頃だったので、ビジネスをオンライン化するといいですよっていうような内容も入ってるんですけど、はい、これの2023年の版ということで、これからの時代は NFT メタバース DAO に注目して、うん、まあ、稼ぐといいですよ、うんうん、まあ、ここにね、今の時代だと AI が入ってくるんですけど、まあ、そうなりますね、まあ、AI は今自分のコンサルとかでも結構やってたり、はい、そういう AI の開発会社のアドバイザーもやってるんですけど、おー、そうなんですね、これの次の本にちょっとね AI のことを書こうと思うんですけど、次ちなみにいつぐらい考えてらっしゃるんですか。今企画書が通ったので、はい、まあ
年内には出そうかな。すごい、年内3冊、私も2冊でぜーぜーしながらやってますけど、3冊、まあ、一旦は今の時代に NFT、はい、メタバース、DAO について知っていただけると、うん、ビジネスやりやすくなりますよっていうことが書いてある。なるほど、これ3つ書いてあるじゃないですか、はい、3つって同時に知った方がいいから3つなんですか。まあ、最終的には連動してくると思うんですよ、うんうん、今はまだ割とそれぞれです。なあ、割とね、うんうん、なので、まあ、まずはまあ NFT から入るのが一番いいかなと思うんですけ ど、 なるほど。ただ最終的には、まあ、メタバースって仮想空間じゃないですか、はいはい、この仮想空間の中でやり取りされるのが NFT なんですね。その中での働き方がおそらく DAO になってくるので、うんうんうん、まあ、3年から5年後には多分これらが融合して、うん、まあ、しかもバックは AI で動いてて、なるほど、すごい、なんか未来っぽい、まあ、でもそれがもうね3年5年後には来るので、うん、できてるんでしょうね、ね、巨大経済圏が作られるので、確かに、あの今すぐ何百万稼ごうじゃなくてもいいけど、今ちょっとでもいいから参入しとくと、ここから生まれる巨大経済圏に乗れますよっていうようなことを書いてあるんですね、うん、なるほど。ちなみに特に女性なんかだとこの辺りってめっちゃ苦手なんですよ、うん、女性の例えば個人事業主とか、うん、まあ、中小企業とか、まあ、お一人様でやられている方とかが、うん、NFT メタバース DAO をどういう感じでお仕事と絡めていくと良さそうとかいう、ちょっと一つアイディアいただきたい。ですね、まあ、NFT ってデジタルなものを何でも商品にできちゃうっていう技術なんですけど、はいはい、一般的には難しいんですね。まあ、一般的には難しいですよね。でも、まあ、それを初心者に勧めても何ともならないので、うん、この本ではめっちゃ簡単な方法を解説してて、なるほど、でそれはもうね、あの例えば Facebook とかインスタに動画を上げることは多分皆さんできますよね、さすがに。できてますね、できてますね、うん、インスタとか Facebook に動画とか写真をアップするぐらいの作業で、うん、NFT を作るってことできるんですよ。 NFT はあの、ま、全く分かんない人に優しく言うとどういうものっていうイメージ、それデジタルなものが例えば何かの写真をアップしたとするんですか、はいはいはい、このデジタルなものが、ま、例えば1個しかないですよっていうのを証明する技術で、うん、でその1個しかないものを今私がアップしたので、はい、持ち主は私ですと、はい、でもこの持ち主の権利を1000円で譲りますよみたいなことができるんですね、うんうんうん、でそうするとその持ち主をじゃあ僕から高子さんに譲りましたみたいなのも、うんうん、その NFT の中に記録されてくるんですよ。そうするとデジタルデータだけど、あこの今データの持ち主は高子さんなんだな、じゃあ高子さんが持ってるから今度高子さんも売ることもできるとか、ね、そこ不思議な感じとか飾ることもできるとかっていうふうに、うん、まあ、デジタルなものが、まあ、何でも商品にできちゃうっていう技術で、かつそれが実は簡単なものもいっぱいあるので、うん、もう本当に仕組みが分かんなくても画像をヒュッて投稿するとピュッと NFT になっちゃうんですよ。クリエイターとかそういうハンドメイドの人とかでそれ自身に価値があるものをやってる人にはめちゃくちゃいいですし、嬉しい。でも例えばセミナー講師でも、うん、今までのセミナー動画の販売先の1個に NFT を足すとかもできるんですよ。静止画じゃなくてもいいんだ、動画でもいい、動画でも何でもいけるので、そう、あと最近だと、うん、なんだろう、別にそういうなんかコンテンツじゃなくても、うんうんうん、まあ、何でもこれは誰の権利だみたいなのが証明できるので、へ、今ちょっと流行ってるのが寄付したっていうのを証明するみたいなのをやってる人もいるんですね。例えば、まあ、この本だとちょっとなんですけど、まあ、例えばこの相続の本を、あの例えば私がこれ、はいはい、お寺さんに置いてもらえたら、
まあ、お寺さんって亡くなる前後とかにいろんな方が来るじゃないですか。お寺さんに置いてもらえたらすごく広がるだろうなって思った時に、でも例えばお寺さんに20冊買ってもらうっていうと例えばハードル高いんですけど、じゃあお寺さんに20冊この本を寄付してくださる方を例えば募りますと、はい、で寄付っていうのは本来こっそりやるものなんですけど、ですね、この NFT を発行すると、例えばタカコさんはこの本を20冊お寺に寄付した人ですでそれの証明としてこの NFT を発行しますね、はい、みたいなことも例えばできるわけですね。ある種ね、何でも証明できちゃうんですよ。だからそれをどう使うかをね、もう思いつかないとあれだと思って、そうなので、とりあえずいろんなことに使えるんですけど、まずちょっと触ってみないと分かんないですね。思いつかないじゃないですか。で今どんどん新しいそういう、あ、こんな使い方あるんだっていうのが生まれてるんですね。なるほど。だからその時に、うん、触ってたらそういう面白いのが出た時に乗っかっていけるの で、うん、でしかもさっき言ったように意外と簡単で、簡単なサイトであれば本当に画像をアップするみたいなノリで NFT 作れちゃうし、買うのも普通は仮想通貨とかいるんですけど、仮想通貨持ってる人ってほとんどいないじゃないですか。ないですね、少ない。でもそのまああのサイトによっては普通にクレジットカード入力するだけで買えたりするので、例えばセミナー参加する、うん、あ、クレジット払いねとかと同じノリで NFT とかも買えちゃうんですよ、はい、そういうすごい簡単なのもあるので、特にそういう女性でそういうなんか IT 苦手とかも仮想通貨厳しいとかいう方はそういう簡単なところから入っていただくといいかなと。この本はもう簡単なのしか書いてない。なるほど。今のビジネスが膨らむ副業からでも始められる、誰もできるっていうことですね。だからこういう系の本ってめちゃくちゃ難しい本が多いので、多いですね、この本の売りはもう誰でもできるこれからの時代の稼ぎ方っていうので、まあ難易度としては、はい、インスタ、フェイスブック、ズームとか、うん、キャンバとか、はい、この辺使える人だったら同じぐらいのスキルで、うんうん、できるぐらいのことしか書いてない。書いてないってことね。はい。でも一応稼ぐこともできちゃう。もうできちゃう。だまあそれぐらいです。だから多分高子さんの周りの方だったらもう大体できる。いやいやいや、できない方も多いです。ズームちょっと厳しいなみたいな方はちょっと辛い。ズームできるぐらいでできるよねってことですね。じゃあインスタ解説してって言われたら解説できるぐらいの力があれば。できるようなことが書いてます。なるほど。じゃあまずは NFT から行こうねっていうのと、メタバースとかはやるのはね、まあ、メタバースも簡単なのいっぱいあるんで。なるほど。あのヘッドセットがいるんですよ。今スマホでできるメタバース、スマホでできるのもいっぱいあるんですよ。なのでちょっとやっぱ触ってみるっていう、そうそうそう、ね、あのヘッドセット使うと、うん、もうメタバースって世界観変わるんですよ。まあそうですよね。あれ重たい。そう、重いんだけどその世界に入っていけるんですよ、ね。まあ、わかります。なんかやってないけど多分わかる。パソコンとかスマホだと見てる、メタバース入れるって言ってもなんか客観的に見てるだけじゃないですか。うん、没入する。そう、没入したら面白いけど、まあ、別に没入しなくてもメタバースは入れるし、スマホで入れる軽いメタバースっていうのがいっぱい出てきてるので。なるほど。それで今まだでもメタバースもあの作られたばっかりっていうところが多いので。確かに。メタバースバイトって結構あるんですよ。例えば、例えばメタバースで道案内してくれるとか。メタバースでその世界の中で道案内。そうそうそう。それって現実的にはまあ嬉しくなくなった。だ参加者、まあ、要は参加者が入ってきたけど、うん、例えば使い方がわからないとか、その道案内ね、はいはいとか、例えばなんかこういうイベントがあるって聞いたんで入ってきたんですけど、そのイベントってどこでやってるんですかって言ったら、こっちだよとか、もしくはこうやって操作したらすごいワープできますよとかっていうのを、工事現場的な人みたいな、あのコンシェルジュか。だいたいメタバースでデジタル空間なのでワープできるんですけど、そのワープの仕方がわからないみたいな方がいるので。なるほど。研修受けてそういう
あの案内人入ってきた人にこんにちはとかって、ね、面白いね。バイト代ちゃんともらえるんですか？ちゃんともらえる。そう、こんにちはって AI の中なのに。じゃあ身分は明かせないけどこっそり副業でやりたい人はできるってこと？会社員でしては、あ、でもお金入ってきちゃうからバレちゃうか。会社員だと、まあ他のバイトと一緒ですけど、でも僕これね、本に書いたかな、あのおすすめは、はい、地方に住んでる人でちょっとなんかその内職とかを家からやりたいって人にはメタバースバイトってめちゃくちゃいいんですよ。確かに。だって家からできるし、スマホからもできるし、確かに。あと、あのエリアっていう概念がないから、確かに、あの必ずね東京基準になるんですよ。だ東京の時給って一番高いじゃないですか。でも東京の基準にしとかないと東京の人が来た時に最低価格とかを下回っちゃうから。でもね、地方の人から見るとこんなただ喋ってるだけ、確かに確かに、 あっちですとかって言ってるだけで、こんなんで時給1200円もらえるのとか1500円もらえるのみたいなのが、確かに確かに、ゴロゴロあるんですね。それはメタバースバイトって探せば出てくるんですか？まあ、検索しても出てくるし、まあ、本の中でメタバースの稼ぎ方のいろんなのの一個として、素晴らしい、絶対書いてるんですけど、安いですよ、ね、1500円プラス税、そう1600円で、その知識が手に入る。そう、簡単なのもいっぱい書いてます。すごいですね。やっぱ次世代の稼ぎ方を知っておくってすごい大事ですよね。すごいいいじゃないですか。高子さんもね、今 AI で遊んでる遊んでる絵描いてるから、あれも NFT で売ればいいのにとか思うんですけど、まあ、そういうこともこの本あの読むと、まあ、例えば AI もね、今 AI で画像を作れる時代なので、それをもし販売しようとするとそういう著作権とか、ね、そうですね、そういうのってあのどういうことを気をつけたらいいのかとかいうことも書いたりしますので、すごい丁寧な一冊じゃないですか。そうなんですよ。皆さんぜひお手に取って、やっぱね、新時代の乗り遅れない方がいいですよね、時代の変わり目は ね、これプラス次私がまあ AI の本も出す予定ですけど、NFT、メタバース、DAO、AI、 この4つ今遊んでれば、これからの時代にね乗れますよね、ここに後ろにも書いてありますね、ここね、次世代のプラットフォームに乗り遅れるな、小さく始めて大きく成長させようということで、そうです、まさに今やっとけばね、大きくなりたい時にもすぐ動けますもんね、遊び感覚でもいいから、はい、ぜひですね、おすすめ本です、はい、こちらももちろん引き続きおすすめなんで、はい、そうですね、はい、本当にでも高子さんも、さ、ね、あの私はこの本出した時に話があったんですけどそうそうそう、ね、相続系の新事業を始めるんですよ、ありがとうございます、振っていただいてね、はい、あの空き家マッチングって言って、空き家ってあの空いてる家ですよね。そうですね、あの相続でやっちゃったけどどうすんのよこれみたいな、でそのまま放置すると景観悪いし税金も取られるし汚くなるしっていうことで、すごい日本の今空き家がね、どん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 増えている少子高齢化のせいもあるんですよ、社会問題になってるんですよね。で私インテリアコーディネーターだったりもしたので、やっぱり住宅っていうものはなんか皆さんのねこう一つの拠点っていうか人生の起点になるような場所なんで、それが空き家になったがゆえに、まあ、じゃあ例えばそういう防犯上も良くないし悪いものの巣窟、ゴミ問題とか変な人住み着いちゃうとかっていうのってやっぱり良くないなと思ってて、それを利活用、ビジネス活用もできたりとかする、要は困った空き家を幸せな資産に生まれ変わらせるっていう、そのできる人たちがいるんですよ。その人たちの間をつなぐコンシェルジェっていうことでの事業も始めましたので、ちょうどなんかこの本とリンクして、ね、はい、意外と高子さんと合ってますよね。合ってるんですよ、なんか ね、いい感じでね、はい、あのたまたまなんですけど、あ、この本っていいなっていうふうにちょっと思って、はい、見てましたので、ぜひそちらも概要欄に貼っておくので、空き家困ってんだよね、相続ね、あのどうかなっていうのを相談する相手がいないってやっぱ皆さん言ってました、今始めてるんですけど、相談とか、いやこれって誰っていう、要は税理士さん、どこみたいなのが分からず止まっちゃってる人、税金だけならね税理士さんですけど、ね、そうなんですよ、だから空き家じゃ不動産屋さんって言って、で不動産屋さんで、ね、皆さん相談してるケースが多いんですけど、結局ねビジネス活用まで提案はできないです、不動産屋さん、そうですね、
不動産屋さんだと、あ、ここいいなって思うと売りましょう、あ、そうそう、売りましょうなだけだから、で、じゃあ、まあ、もちろんそれで売れちゃう物件は不動産屋さんが扱うんだけど、売れない物件で出ちゃうんですよ、ね、そこはやっぱりどういうふうにじゃあ改築するとか、地域コミュニティにねやってとか、地域センターみたいな感じのものとか、あとは何だろうな、そういう介護施設の人の待機所に使うみたいなアイデアとか、なんかいろいろね案件によって違うみたいなんで、はい、そういったご案内も、もともとインテリアコーディネーターもされてて、ね、そういうビジネスコンサルもしてる高子さんだからできそうなところですね。あ、そうですね、そのじゃあ実際にじゃあ建てました、どうやって集客するの、うん、っていうところとね、集客のノウハウが必要になるの で、はい、ね、最近この本出して私の周り相続の相談も増えてきたので、じゃあまたつながっていただいて、空き家で困ってる方、はい、ありがとうございます、はい、はい、ということで、じゃあね、新刊この2つ、そうですね、そろそろねまとめに入るんですけど、こちらの方はじゃあもう一回まとめると、どの方におすすめ手に取っていただきたいですか。一番は本当は相続がちょっと心配になってきたけど、うん、まだ相続が発生してない方に、はい、まあ、一番読んでほしいですね、うん、だからやっぱり、まあ、今ご自身が 4,50 代で、うんうんうん、ご両親がまあ70代とか、うん、でまだいろいろ話せるっていうタイミングの方に一番読んでほしいですね、読んでほしいですね、そうですね、私もエンディングノートを母に書いてもらいましたもん、うん、ちょっとドキドキしましたけど ね、はい、ちょっと死ねと言うのかみたいに言われちゃうと困るんだけどちゃんと説得して書いてもらう、やっぱあの頭っていうか地方書になる前にね話ができてるっていうのはね、そうなんですよ、すごくいい、まあ、そこはあの生前対策動画の方にしか載せてないんですけど、じゃあそちらもぜひぜひこちらから合わせて、はい、合わせてご活用いただければと思います、いい、はい、で次にこっち、こちらの方は、はい、一番は NFT メタバース DAO っていう単語になんとなく興味はあったけど、うん、はい、まだちょっと難しそうで手出してなかったとか、はい、もしくはちょっと手出そうとしたら難しすぎて挫折したっていう方に読んでほしい、もう本当に分かりやすく書きましたので、うん、はい、ぜひ手に取っていただけたらおすすめですね、そう、はい、これも、まあ、今までの本ほど図解は多くないんですけど、確かに今までよりは図解は多くないけど、まあ、色が違ったりとか、うん、こういう、そうですね、あの、うん、図とかも入れて解説とかもしてますので、はい、してるので、はい、分かりやすいと思うので、本当もうおすすめです、本当にね、しん、あの、としさん信頼できるお金の専門家でもあり、この辺りをライフプランナーとしてやったが、これも大丈夫で、さらにもともとねコンピューター系の措置好きなんですよね、そう、私は文系なんですけど、うん、こういうのね好 好きだからっていうことで、好きが全部本になってますみたいな感じなんで、はい、ぜひ3冊ともセットでお買い上げいただければと思います、はい、じゃあとしさん今日はね、あの、ありがとうございます、はい、はい、じゃあこちら皆さんぜひ新刊の方もね、似てる色ですな、そうです何気にそういう意識してますか、合わせてなるほど、はい、あの、ぜひね、お手に取ってみてください、今日はありがとうございました、ありがとうございました、はい、失礼します、よいしょ。